どうも、トライトです。統合版マインクラフトバージョン 1.19.20 では、スイッチだけのやばいバグをたくさん紹介しました。のっぺりラマやクリスマスカラーラマに、あのやばい文字のラマまで登場していました。しかし、バージョン 1.19.21 で修正され、あのやばいバグは消されてしまいました。残念ながらもう出会うことはできません。しかし、まだまだ他のバグも残っております。あのやばいバグに隠れて身をひっそりと隠していたバグがいました。今回このバグが明かされます。ということで、今回は統合版マインクラフトバージョン 1.19.22 ワイルドアップデートのバグ報告会パート1を紹介いたします。なお、今回紹介するバグはバージョン 1.19.22 以前のバグの可能性もあり、それが使用の可能性もあります。その点はご了承ください。そしてコメント欄にバグ報告をしていただきありがとうございます。他にもバグなどございましたらコメント欄へお願いいたします。それでは紹介いたします。その1、主張の強い海藻。海や川で優雅に生えている草、それは海藻。そんな海藻がおかしくなるバグです。とある場所で海藻を見ると、なぜか水が透明になり、海藻が主張してきます。これは重大なバグですね。バージョン 1.19.22 で治ってなかったようです。さらに海藻を植えていくと、海藻はガンガン主張してきます。こちらのバグは、水の北側にブロックがあると、このようなバグが起こるようです。海藻がこんな感じで表示されるバグが多く見られ、不思議なバグでしたね。海藻も目立ちたかったんでしょう。こちらのバグは許してあげてね。その2、赤い飛来心。雷をここへと一点集中することができる装置、それが飛来心。オーバーヒートするのでしょうか、飛来心が赤くなるそうです。それは飛来心に対して採掘しようとすると、このように赤くなります。採掘しようとすると摩擦でオーバーヒートしてしまったのでしょう。雷を集めて頑張っているので、こちらも許してあげましょう。その3、プロフィールの下には。これはプロフィールを見た時だった。設定のプロフィールを何気なく確認するときに、下にスクロールした時だった。なんと、アイテム名が表示するという謎のバグに出くわします。すべてアイテム名かと思いきや、左の半分塗りつぶしやピンクの下方向グラデーションに黄色の上向き波形など、なぜかフォトショップで使いそうな機能も表示されています。左半分赤で塗りつぶすしかないですね。さらに、別の日にプロフィールを見てみると、またバグっていました。ただ並び替えられた感じですが、フォトショップ機能が多いですね。そんなに塗りつぶしたかったのでしょうか。白色の地球の模様って何？その4、変わり果てた世界。これはライトブルーさんからの動画投稿で、サバイバルワールドで起こったことです。バージョン 1.19.22 にアップデートした時に、自分が建てた建造物が消えたそうです。中途半端に残ったところもありますが、倉庫などがなくなってしまい、集めたアイテムがなくなってしまったそうです。さらに村人がいた施設が壊れてしまい、外へと村人が脱出してしまいました。一体何が起こったのでしょうか。村人が閉じ込められて反乱を起こしたのでしょうか。建造物をすべて壊して脱出を試みたようです。大胆な村人ですね。このようにサバイバルで建築したワールドがアップデートするときに消えるというバグがバージョン 1.19.22 で起こったようです。皆さんもアップデートが来たときにはバックアップを取ってからプレイするようにしましょう。その後、壁登り。まずはこちらをご覧ください。そう、
はしごや足場などの上り下りができないブロックがないのに、それができてしまうバグです。なぜこのようなことができるのかと言いますと、その反対側に足場があったからです。こちらのバグは反対側に足場があると壁登りができてしまうというバグです。これは反対側に水流があると登ることができるあの裏技と一緒ですね。それの足場バージョンといった感じでしょう。ただし今度はさっき登ったところを足場に、足場だったところを空気にして、今度は逆にして同じようにやったところ、今度はできませんでした。もしかしたら特定の角度ではないとこのバグはできないようです。絶対にできるバグではないようですね。こちらのバグを使う場合は足場の場所も考えないといけませんね。その6、不思議の水。深さ1ブロックの水に関するバグで、周りにフルブロックを設置します。そして水のところにハーフブロックを設置すると、このように水のところにふんわりとブロックが浮かび上がります。石のハーフブロックだと分かりにくいですが、銅のハーフブロックを設置するとこのように分かりやすく表示されるようになります。水が少しだけ汚染されてしまいました。さらに焚き火でやってみると、水面に焚き火の火が燃えています。燃えていないのに水面では燃えている不思議なことが起こっています。こちらのバグは主張の強い階層のバグと同じかと思います。北側のみがバグっているので、バグの内容は同じでしょう。さらにバリアブロックの場合もこのように水面に現れます。そして手元にバリアブロックがなくても見えてしまうという恐ろしいことになっています。ただこちらのバグはバージョン 1.19.30 で修正される予定です。これでバリアブロックが水に出なくなりますね。その7、火と水が動かない。これは iOS に関するバグですが、火に入った時に火のテクスチャーが動かない問題が発生しており、燃えている感じが出ておりません。さらに水や溶岩の流れがないという謎のバグまで発生しております。ただしこちらもバージョン 1.19.30 で修正されます。このようにちゃんと水の流れが復活し、火のテクスチャーも動くようになりました。安心してマイクラがプレイできますね。